ブローラのお時間になりました。本日のテーマ、探偵ナイトスクープの局長がこの世を去りましたということで、昨日ですね、ニュースで出てまして、なんと西田さんが、あの、お亡くなりになられたっていうね。あの、西田さんはね、もう僕は探偵ナイトスクープ非常に好きで、うーん、まず、結構、まあ、<laughs> 今すみませんあんま見てないですけどい大学の時だったかな結構「探偵ナイトスクープ」長いじゃないですか歴史うんでまあその<笑><笑>すみませんあの西田さんってただその局長長かったんですよねそれでまあ一回病気で一回一時あの休止してまた戻ってきてでまあ最後は松本さんに。 バトンタッチみたいなで今松本さんがねちょっとテレビ出てないですけどもなんか僕はもうナイトスクープのなんすかなあの企画が好きななんんですよなんかあのどうでもいいことを大人がめちゃくちゃ一生懸命検証するっていうあのコンセプトがめちゃめちゃ好きで、うん、でその「探偵ナイトスクープの」のよあの 触れ込み最後のセリフの中でこの番組はご視聴者の皆様でできてますみたいな感じでしかもその番組に取り上げられ取り上げるそのピックアップするネタがこれネタ選んでる人すごいなと思うんですけどそれ取り上げるみたいなネタも取り上げるじゃないですかうんだからまあなんでこのね探偵ナイトスクープを僕がこれ今回出してるのかっていうと まあ今朝ね僕 L の部屋ってやってるんですけどこの L の部屋の大元のネタ元っていうのはもう「探偵ナイトスクープ」なんですよね、まあ、要は番組をどう構成してるのか探偵ナイトスクープの番組の構成はまあ視聴者の皆様からのお便りが全てですみたいな構成で今朝毎日やってるのは「L の部屋」も全部のコンテンツっていうのはお便りいただいたやつを読み上げる僕が読み上げるっていうだからお便りがないと番組が作れないっていうものなんですよねでそれは もう探偵ナイトスクープをいただきました。ありがとうございます。っていう形なんですけど。いや、探偵ナイトスクープね、いいっすよ。ああ、あれはね、僕は、なんですかね、他の番組にない味かなと思うんですよね。うーん。そう。しかもなんか作り込みが、なんか、ずっとあんま変わらないっていうね。<laughs> あの、安定感もあって。何ですかね、時代が変わってるんだけど、あの、なんか、 BGM とかもずっと変わらんしななんすかねその効果音とかもあんま変わらないしなん,かなんか変わらないんですよね入れ方がテロップとかそのエフェクトとかなんかそういう演出が変わらないっていうのも安定感があっていいんですけど <laughs>、うん、まあね西田さん亡くなっちゃってこの前ねあのなんすかえー、ドラえもんのねあの声優さんも亡くなられちゃいましたけども なんか最近すげえどんどんなくなっちゃいますよねいろんな人がうーんなんかそれでブログに書いたのがそのまあまあ時間もないよねって話です時間はね限られてるよねっていうそうなん,かなんか最近本当に思いますねなんかその知ってる人たちがどんどんなくなっていくのでなんか 違和感というか、まあ僕も今年、今年の10月で42歳なんで、まあそれはしょうがないんですけど、なんつかね、なんか、どんどんいなくなるな、みたいな。知ってた人がどんどんいなくなるな、って、大御所がね。そう、あと中尾明さんもね、何年前だ中尾健一さんも亡くなっちゃったし、まあ結構その、まあ志村健さんも亡くなっちゃったし、 ま、イカリア、最近ね、僕はあの、踊る大捜査線、ネットフリックスで踊る大捜査線のドラマ、また見始めてるんですよ。昔の。で、イカリア長介さんも、ま、いい演技するわけですよ。で、イカリア長介さんなんかね、か、もっとかなり前にな、お亡くなりになってると思うんですけど、なですかね。うん、なんか昔、その、見てた俳優さんとかそういうのが、やっぱなくなっていくのを、 すごく、まあ見るようになってきて、なんか本当に命の賞味期限というかね、命の時間っていうのを意識できるようになりましたね。なんか10代とか20代とか30代、うん、20代なんか特に10代20代なんか特にそうだと思うんですけど、なんかその死に対しての意識ってほとんどなくないですか多分ないと思うんですよ。うん だからまあ、あの、まあまあその時間はないよっていうことをやっぱ意識することはすごい大事なことなんですけども、その限られた時間しかないっていうのは考えればわかるし、意識すればわかることじゃないですか。まあわかんないですよ。100年後、200年後、人間が永遠の命を手に入れるかもしれないです。VR の世界に行ってね。体を。 体っていう肉体を卒業して VR の世界に行ってそこで生存するんだったらまたその永遠の用意になるかもしれないですけどこの体を身にまとうんだったら必ず体を退化して、老化していくので老化しない薬とかもね出るかもわかんないですけど DNA をの構造を変えてだか出てくるかもわかんないですけどねそうなんか亀とかね100年何百年とか生きるのかなだからそのなんかすげえ地球上でもその ね、すごい、長寿の生物っているじゃないですか。かその生物の DNA を分析して、人間と融合して、その、めちゃめちゃ長寿にするみたいな、老けないみたいな。なんかそういうのもね、100年後、200年後、300年後は出てくるかもわかんないですけど。まあ今、現時点で僕が生きてる世代間で言うなれば、まあ多分死ぬので。うん。で、その限られた時間の中で、まあその自己達成していく自分の 人生をどうより生きていき、生きていきたいのかっていうのを達成していくために必要なものって何なのっていうところを、まあブログで書きました。うんで、それは、何ですかね、決めて守るって感じですかね。決めて守るみたいな話ね。決めて守って、あ、決めて守って突き抜けるですね。決めて守って突き抜けるです。決めて守って突き抜ける。自分がまず決めることを設定すること。で、設定したことを、 あの、行動に移して、それを守る。やり、やり抜く。そして、まあ、突き抜けるってことですよね。うん。だ僕も、なんで今、自由な人生を手に入れてるのかっていうと、少なくても、こう、決めて、守って、突き抜けるっていうことは、やってきたから、今があるんですよ。これが中途半端に決めたことはもう守らない。決めたこともやらない。突き抜け、何一つ突き抜けてない。まあ、無理ですね。 まず決めてない。で、仮に決めたとしても、す、例えばね、まあほんとトゥードゥレベルで言うならば、動画を週に1本やろうと。ね、動画週1本ならできるなって決めるとするじゃないですか。で、その動画週1本もで、やらない。<laughs> それで稼げると思います。無理ですよ。まあ高かけるんだったら別ですよ。 広告かけるんだったら、まあまあちょっと上級者だと思うんですけど、その初心者の段階では無料集客から入ると思うんですけど、無料集客で週1でも集客できるのって話で僕は思うんですけど、まあね、それは人それぞれの設定は違うので、仮に、まあすごい緩和までね、めちゃめちゃ緩和で週1回に設定したとしても、決めたとしてもそれを守らない、やらない。どうやって集客するんですかと。 天才だったらいいっすよ。天才とかセンスがあって、才能があって、週1回でもバズらす全部バズらせて100万回回すとかね。そうな、できるんだったらいいんだけど、まあまあ、む、難しいっすから、それは。だから大抵のことは、やっぱ決めたことを愚直に守って、やっぱ、やるっていうことをやらない限り、まあ、無理っすね。うん。で、大体まあ僕もいろいろコンサルしたりとか、アドバイスしたりとか、いろんなそのお客さん見てるんですけど、やっぱりその決めたことを守ってないっすよね。 まずは。ま、ま、まずは決めてないし、で、決めたとしても守ってないんですよ。すぐ破るんですよ。なんか、〇〇でできませんでしたみたいな。なんかその〇〇ででき、できない〇〇が出てくるんですけど。<laughs> でも結局、ルール破るんですよ。だからルール破ってるからそもそも突き抜けられないし。大事なのが、まあ、決めるし、守るし、突き抜けないとダメなんですよね。ある一定は。うーん。 だって、当たり前の話で、そのビジネスやっていくんだったら、他との差別化をしていかないといけないので、みんなと一緒でね、みんなと一緒でどうやって選ばれるんですかって話じゃないですか。考えてほしいんですが当たり前ですよね。どうやって選ばれるんですかっていう <laughs>。そのライバル不在だったらいいですよ。情報発信してる人があなた一人だったらそれは選ばれると思いますけど <laughs>。 情報発信してる人なんかもうめちゃめちゃ今いるわけじゃないですか。昔に比べると特にね。その中で選ばれないといけないわけですから、何かその突き抜けたものがないと、まあ難しいっすよね。選ばれるっていうのが。うん。だから例えば、まあ本当に分かりやすいことで言うならば、僕もお客さんからね、フィードバックもらっ、フィードバックをこうもらってることをそのままフィードバックするならば、 やっぱ本数のことはちょいちょいやっぱ言われますよ。3万本アップしてるやついないので。まあ、こんだけやってる人は僕知りませんみたいな。<laughs> まあ、あるい、まあまあね上を、上を見たらもっとやってる人もいるとは思うんですけど、ただ、この業界ですよね。お金稼ぐ系とか、ネットで稼げるよって言ってる情報発信者の中で動画だったら3万本やってるやついないので。で、ブログもね、もう毎日更新して4年ぐらいやってるわけじゃないですか。これもまあまあいないですよ。 だからそれが一つ選ばれ、僕を選んでくれる一つの要因になったりとかしてるわけですよね。別に僕と同じようにやらなくてもいいですけど、何か人との差をつけないと選ばれづらいよねって。選びず、そもそも選ぶ方も選びづらいじゃないですか。価格も一緒。商品パッケージも一緒。 ね、あの、お店のち、お店の距離も一緒、お店のデザインも一緒、お店の雰囲気も一緒、店員さんも一緒、A と B、全部一緒です。選びようがないですよね。<laughs> まあ、価格が一緒だ、店舗だったらね、価格が一緒でお店の雰囲気も一緒だったとしたら、例えば、あの、家から近いとかね、徒歩3分が A の店。 だったらその徒歩が近いっていうところで、徒歩から行けるっていうところで差別化されていて、そこで選ぶかもしれないですけど、まあ、それが全部一緒だったら選びづらくないですか価格も一緒、店員さんのサービスも接客も一緒、店の雰囲気も一緒、距離も一緒、駐車場も一緒、置いてる、置いてる品物も一緒。どう選ぶんですか, <laughs> かスーパーで言うならば、なんだね、例えばコンセプトが違うのが、 なんだっけなな、ん、せ、な、あの、例えば、大阪にあるスーパーだったら、たまで、たで,で,でスーパー、あの、ピカピカ。たでスーパー。玉まで、大阪の激安スーパー、玉までか。玉までですか。まあ、ここはもう、もう、もう、激安みたいな感じですよね。しかも、あの、<laughs> あの、まあ、大阪にいる人だとわかると思うんですけど、あの、めちゃめちゃ黄色だ、ピカ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 光ってるじゃないですか。玉までスーパー。 玉でスーパーもめっちゃキラキラしてますよね。で、例えば、まあ、こういうコンセプトで行くのか、あとは、なんですか、例えば、うん、ちょっと上流階級向けの、な、なり、スーパー、高級、高級というか,うかな、なんだかうん、あ、この、石井ですよ、この、この、この名前なんていうんだ、これ。 スーパーマーケット、うんと、この、名前呼べねえな、漢字が。読み方、読み方。読み方。正常石志、正常、うん、正常意志、正常石スーパー正常、正常意ここって結構その品揃えが、ちょっと、 あの、レパートリーもちょっと価格上のやつ扱ってるんですよね。なりなりうん。わかります見たことありますスーパーマーケット、なりしろ石。<laughs> これなんて読むんだ <laughs> ここ結構ターゲット層、あこの、あれですね、ターゲット層年収2000万らしいですね。この、正,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 正常、 正常、スーパーマーケット正常は年収2000万の人をターゲットらしいです。で、それに対して品揃えしてるんですけど、じゃあ、あなんだ。大阪にある玉出スーパーは年収2000万の人じゃなくて、あのー、もう、あれですよね。年収200万とかですよ。年収100万ぐらいの人をターゲットにしてるじゃないですか、多分。おそらくね。うん、年収2000万のマーケティングではないですよね。 同じスーパーなんだけど、違いがあるわけじゃないですか。誰をターゲットにして、どういうお店作りにして、どういう価格帯の商品を揃えて、どういうふうに案内するのかによって、全然違いますよね。うん。同じスーパー。スーパーは変わらないんですよ。うん。そう。<laughs> だからまあ、なんか差別化しないといけないので。<laughs> だから、例えば、本当に、あのー、 まあ今僕、ポイ活動画撮ってますけど、ポイ活動画でもなんか、あの、ポイ活してますかセコムしてますかみたいなね。あの、セリフを僕は前に入れたりとかしてるんですけど、ポイ活動画を撮ってる人の中でセコムしてますかみたいなセリフを入れるやつなんかあんまりいないので。で、そのセリフで、だから今年、あの10月1日僕誕生日にライブしたんですけど、その時中学生の子が参加してくれて、 そのチャットでね、な,なんで吉谷さん、中学生の子が吉谷さん知ってるのみたいな、なんか話題が出て、まあその中学生の子が、いや、あの、ポイ活動画からですセコムしてますかっていうフレーズになんか、なんか面白いなち、人と違うな、みたいなところでちょっと興味持ってきました、みたいな言ってくれたんですけど、<laughs> 僕がそれを言ってなかったら差別化されてないわけじゃないですか。だからほんとちょっと、まあ本当にまあトゥドゥレベルで言うならばちょっとしたことですよね。 ポイ活で稼げますよってただ言うのか、そこになんかセコみしてますか、みたいなのをちょっとなんか、ひねるというかね。うん。なんかその、何でもいいんですけど、なんかその違いがないとしんどいですよね。そもそも論として。<laughs> うん。はい。まあ、ということで、まあまあ、決めて守って突き抜ける。これ決めて守って突き抜けるっていうことをやれば、間違いなく稼げるし、変わります。 だけど、これができないんだったら、まあちょっと無理ですね。うん。まあそんなビジネスの世界は甘くないので。<laughs> ただやってれば稼げるってわけではないので、やることも前提だし、なおかつ差別化もしていかないといけないので、そんな甘くないですよ。ただ、言われたことをね、ただ、なんかその、サラリーマンマインドみたいな感じで、言われたことをただやってます。 まあ、それも大事ですよ。言われたことをやるって、やれない人もすごい多いので、言われたことを素直にやるっていうのも大事なんだけど、だから、手張りですよね。まず、その、守ってやるっていうことも大事だし、その、最終的には、自分の独創性、オリジナル性をちょっと出していかないといけない部分もあるわけですよ。うん、だから、主張りですよね。最初は、まあ、あの、教わって、守ってやって、で、まあ、伝っていくみたいな話なんだけど。うん。はい。 まあ、ということで、あの、時間はもう限られてますので、その中で自分の人生を変えたいっていう思いがあるんであるならば、この3点ですかね、決めて、守って、突き抜けると。これを3点を意識してやるといいと思います。でも、ほとんどの人はこれできないので、やれば、あの、選ばれるんですよ。みんなやれないからね。うん。だからやればいいだけなんですよ、単純に。 みんなや、だからこれもラッキーなんですけど、みんなやらないっていうことを認識し、まあ僕はまあ現場でずっと見てるんで、だんそれもラッキーですよね。現場でずっといろんなお客さん見てるし、僕もやるやる詐欺の被害者なんで相当被害受けてますからね。申し訳ないですけど、お客さんから頑張ります、吉谷さん頑張ります、やりますっ,つってって、やらなくなってく人たちをもう相当数見てきてますから、やるやる詐欺の相当な被害者ですよ、僕は。 <laughs> だみんなやってないんですよね。僕のお客さんレベルでもやっぱやってないですから。うーん。だからこれはね、僕のお客さんなんであるならば、僕を見てるんだったらこれやってほしいなと思います。<laughs> 僕を見て僕の買うんだったら、これをやってほしいなと思いますね。やるやる詐欺するんだったら、別に僕から買わなくてもいいじゃないですか。別に誰買って、誰の買ってもやるやる詐欺なんで、結局何も変わんないんですけど。<laughs> 何の手法買っても何の教材買っても結局やらないわけじゃないですか。うん。はい。まあ、ちょっとね、強めのメッセージにはなってますけれども、まあ、時間はないので、限られた時間の中で達成していかないといけないですから、うーん、それはちょっとね、意識していただくといいんじゃないかなと。もう時間はないです。今年もね、あれをあれをで、あともう2ヶ月ですよ。10月ももう終わっちゃうじゃないですか。10月終わりですよ、もう。<laughs> 後半戦ですよ。10月終わったらもん、11、12もう、もう終わりですよ、今年。早い。うん。はい。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。